今まで応援ありがとうな、滝本。俺やっと決めた。正真正銘彼女を自分のものにする。そう言って箕輪がビールを飲み干した。正真正銘？とうとうプロポーズするのか。心の中だけでつぶやき返事をしない俺に箕輪が、もちろん応援してくれるよな、と口元を歪めた。応援？今までそんなものしたことないけど。再び心でつぶやいてジョッキを傾ける。箕輪とは小学生からの親友だ。だったと言うべきか。というのは高校時代、同じ女子を好きになり、その子への告白を出し抜かれ、俺の中で終わった関係だからだ。いや、そうじゃない。こいつは俺の気持ちを知らなかった。だから失恋は勇気がなかった自分のせいだ。思い切って行動し、成功したこいつを恨む筋合いはない。そう何度も考え、憎しみや彼女への思いを断ち切ろうとした。だが彼女の一挙一動を嬉しそうに報告する顔を見ていると、憎しみがますます募るばかりであった。本当は俺の気持ちを知っていてわざとじゃないかとさえ思え、卒業して3年、それが今もずっと続いている。普通彼女ができれば親友関係が薄くなりそうなものだが、もし俺ならきっとそうなる。こいつは彼女だけに専念せず、俺との付き合いも継続していた。親友思いのいいやつといえば聞こえはいいが、今まで一度も飲みの場に彼女を同席させたことがないので、やはりこっちの思いに気づいているのかもしれない。好きあらば二人の仲を裂くかもしれない俺を見張るためか。応援するような言葉などただの一度も吐いたことがないのに。こうやって言ってくるのは俺を牽制しているに他ならぬのではないか。堂々巡りのいつもの答え。まあ、俺は今も彼女を忘れられずにいる。もし喧嘩話でも聞こうものなら、すぐ駆けつけてあんな男とは別れちまえと言ってやるつもりだ。いつするんだ？おかわりしたビールを飲み干してから聞いた。今晩、この後すぐ、もう準備もできてる。箕輪は隣の椅子に置いたバッグをポンポンと叩いた。指輪か。どんな指輪かわからないが、それをはめた彼女の白くて細い指を想像し、頭がカッとなる。プロポーズが成功すれば、ますます手の届かないところへ彼女は行ってしまうのだ。じゃあこんなとこで飲んでちゃいけないだろう。早く行かなきゃ。情けないことに嫉妬する気持ちとは裏腹の言葉が口をついて出る。そうだな、そろそろ行くか。お前まだ飲んでるんだろう。ここで成功を祈っててくれ。じゃあな。箕輪がポケットから出した1万円札を置いて席を立つ。喧嘩もないむつまじいカップルが失敗に終わるわけないだろう。箕輪の背に尖った視線を投げかけたが、奴が振り返ることはなかった。特別なものが入っているのは奴のバッグだけじゃない。箕輪を追ってすぐ店を出た俺は、少し離れた位置を保ちながら自分のバッグの中身を確認した。箕輪に会う際には必ず入れているもの。研ぎ澄まされたサバイバルナイフだ。手を入れて柄を握る。もう我慢の限界だった。彼女のすべてが箕輪のものになる前に奴を殺す。
実行すればもう二度と彼女に思いを伝えられないが致し方ない。ふっと自分自身を鼻で笑う。同じやるならもっと早く実行しておけば、ここまで嫉妬に苛まれることはなかったのに。彼女の住むハイツが視界に入ってきた。ミノワがドアの前に立ち、おぞおぞとインターホンを押している。開くと同時に指輪のサプライズをするのか、バッグに手を入れていた。俺もナイフを握りしめ、物陰から飛び出した。気配に振り返ったミノワが驚いた表情を浮かべたのと、強靭な刃が深々と奴の脇腹に押し入ったのが同時だった。なんで？困惑を浮かべたままのミノワが崩れ落ちる。ずっとお前が憎かった。分かってんだろ。痛みに引きつったミノワの顔がすっと緩んだ。いや、でも、ありがとう、滝本。荒い息を吐きながら言う。は？今度は俺が戸惑う番だった。お前が止めてくれなきゃ。俺は彼女を。バッグが落ちてミノワの手が出ていた。握られているのはエンゲージリングではなくナイフ。どういうことだ、おい。体を揺さぶったが、ミノワの息はすでに止まっているようだった。その時、カチャリとドアが開いた。隙間から見えるチェーンの奥に彼女が立っていた。大人っぽくなってはいるが、あの頃と変わらず清楚で可憐な少女がほんの目の先にいる。思い焦がれた彼女を前にして、俺の体が緊張で固まった。足元には死体も転がっている。あなたが助けてくれたの？え？こいつ高校時代に告ってきたやつなの。タイプじゃないから振ったのに私をストーキングしてきて、卒業してからもずっとよ。いろいろ対策はしたけど全然ダメ。ああ、キモ。警察なんか頼りにならないって分かって、怖さよりだんだん腹が立ってきて、自分の身は自分で守らなきゃってね。今度来たら目にもの見せてやるって思ってたわけ。彼女は右手を掲げ、ドアの隙間から包丁を見せた。でも、どこのどなたか知りませんが、ありがとうね、こいつをやってくれて。もう少しで私が犯罪者になっちゃうとこだったわ。ほんと助かった。ありがとう。じゃあ私関わり合いたくないから自分で警察呼んでね。そう言うと、彼女はドアの奥に消えた。